いつもご視聴ありがとうございます。日のノーマル平らの胸盛りを使って対戦していきます。兵力は兵力が回復し、乱戦中の移動速度減少が小さくなる効果です。兵力回復は6割程度で、乱戦中の移動速度減少は約5カウント続きます。攻め終わりに牙だけなんとか返したい時や、主上でもう少し粘りたい時に使えるかも。1コストの牙で復活持ちなところも結構良いですね。今回は平らの清盛デッキに入れてみました。それでは対戦よろしくお願いします。平家の棟梁に逆らう者は誰であろうと許さない。臆病ではない、慎重なだけだ。助けてくれ。この野郎くらえ、くらえ、この野郎。バカにするな。こんなこともあるでしょう。私は、ようこそ我が領域へ。出過ぎたか。頼れる者などおらん。お助けいただきありがとうございます。ちょいと隅でお休み。逃がさん。心はおらねえ。逃がさん。俺はここで終わりか。炎に飲まれるがいい。みんな生きてるか。こんなこともあるでしょう。逃がさん。まだ挽回できるはずだ。そのまま崩れ落ちるがいい。頼れる者などおらん。皆さん。違うんだ。私は。バカにするな。くらえ。出過ぎたか。お助けいただきありがとうございます。ちょいと隅でお休み。発動。三の方。見切った。この野郎。違うんだ。くらえ。私は。炎に飲まれるがいい。
流派発動。三の肩くっつたか。俺たち武士がこのでっかい天下を持ち上げてやるんだ。ちょいと隅でおやすみ。戦機解放。炎に飲まれるがいい。発動。一の肩。この野郎。ちょいと隅でおやすみ。バカにするな。俺はここで終わりか。流派発動。二の肩。この槍で俺は駆け上がる。心は折らねえ。違うんだ。私は様ら。飲ませよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。頑張って更新していきますので、応援よろしくお願いします。